どうも、いとしん TV、伊藤慎吾です。イェイイェイ。イェイイェイしてる場合か。悔しいです。とにかく見て。あなたが後手です。後手番です。対局よろしくお願いいたします。1、2、3、嬉野流。4。いやもう2手目から戸惑いますね。嬉野流は。3、4。さあ振り飛車で行こうかな。2、3、4。どうしよう。5。どこに振るかを考えておきましょう。嬉野流か。1、2、3、4、5、6。5なら銀型にしましょうかね。うん。まあ7筋攻めてくるの分かってるんで、どうしようかな。7八飛車型でいこうかな。三間飛車で。三間飛車。三間飛車。1、2、3、4、5、6。さあ。3、4、5。ひとまず4八玉と、右側に玉を囲っていきましょう。1、2、3、4、5、6。まあ、もう一回寄りましょうかね。穴熊囲いたいけどな。1、どうしよう。3、4、5。一旦は5八金左かな。丁寧に囲っておきましょう。6なら金っていう形でね、組みたいんですよね。美濃囲い。美濃囲い。1、さてさて。早速、おいでなすったか。片美濃囲い。片美濃囲い。5五歩か。なるほど。3、4、5。これは ?7、8、9。わからない。6五歩もあったな。取っては見たものの。2、3、どうなんだ ?5、6、7、8、9。一旦端歩をついておこう。1、2、5、8飛車かな。4、5、6、5八やってみましょうかね。8。次4六銀同銀同歩みたいな感じで行きましょうかね。飛車か。飛車と気持ちが変わるんだよな。飛車交換だと6九飛車って打ち込まれる隙があるんですよね。まあいいや、ちょっと弱気だけど。銀を引いてもらって。さてというところですね。4六歩か6五歩か。いずれもあるな。4六歩にしようか。ゆったり構えましょう。まあ、次6五歩から6六銀とかね、そういう進行もありますし、4七銀もあるな。巧みですね、相手の方。巧みの技だ。6、7、8。まあいいや。7筋はまあしょうがないでしょう。1、2、3、交換させましょう。同歩同飛車で、1、2、3、まあ3八金と上がっておこう。木村美の9五歩取ってくるんですね。まあ3六とついて3七桂の余地を残しておきましょうかね。7六歩打ってくるかな。エルモですね。エルモっす。エルモですね。3七桂から4五歩を目指していきましょう。桂馬か。桂馬跳ねるんだ。わかんないな。2六歩かな。2六つこう。3五歩とかね、常に怖いですね。なるほど。飛車寄りで、飛車引きですね。4、5、6。わからない。8、9。飛車を回ってみたけれど、ガチガチに固めてくるな。3、4、5。どうしましょう。歩を打つか。この後5九角から7五歩みたいな進行かな。ミレニアム。エルモからミレニアム。できる。角を引いてと。こちらはバランスのいい構えで、相手の方は硬さ重視の構えですね。金銀4枚ね、玉に近いですからね。あー、これ嫌なんだよな。さあ、どうする？ 7五歩突いてみましょうか。いやー、プレッシャーだな、これ。あ、ただこれ7四歩つけますね。一気に面白いかこれは。7四歩ついて、7二歩に。そこでどう刺すか。7五飛車もあるな。
3五歩同銀3四歩の筋もあるし、あーこれどうしよう、角で取ると同飛車同歩3六同銀6九角って筋があるんですね。その筋はかなり嫌だったので歩で取りましたと。7三歩成が残っているので7七歩か8八歩そちら、うわー分かんない、5678、うわーなってしまったよ。大丈夫かなこれ。7四と7七歩があるな。4 5 6、いやー虚栄しょうがない、こうしたい。3六同銀2四桂の筋がある。いや強いよ相手の方、できる。しかしこれはこちらも読み筋、8六飛車に8七歩と打って対応する。さあどうなんだ、熱い戦いだ。3筋怖いっすね。8五桂もあるけどね、やるんだこれ、やってくるんだ。硬いもんね相手の方。6 7 8、うわ通るよりない。7七桂なりにどうする、どう書く。硬いな相手の構え、硬いな。6九飛車には6八金で対応、7九とにはどうすればいいの。ここで取り込みか、しょうがない取る。ただこちらも3四歩が生じていますね。3四歩とか3四桂が生じていると。どっちこれ、2七銀形なんだけど4七銀もこの場合はある。いやーまあ銀冠でいいか。7四とがね働かないのが嫌ですね。うわーどうしたらいいんだ、どうしたらいいのか分かんない。金を引く。7九飛車成が気になりますね。7九飛車に6五歩かな。うわー、なるほど。もう一回我慢か、もう一球我慢。3八竜同銀7六歩すらあるな。痛いな。6五歩だったかな。間違えたかもしれません。やってしまった。8、9。やってしまいました。7六歩が痛すぎる。1、2、3、うわ、もうちょっと我慢できなかったかな。取るか。我慢の展開です。角と金。同金で、5八角かな、これ。3六金とかもあるな。5八金には4七玉でしのぐか。5八角でしたね。さて、ここは一つ大事な局面。桂馬で我慢した。3六歩に対して、どうしたらよいのかさっぱりわからない。一点も見えない。角を取りに行く。3七歩成同玉。4五桂打ちとか。金がいい手なんだよね。これ。5 6、うわ、わかんない。わかんないよ。負けそうだ。同角成かな。あ、取りか一回。うん、一回取りですね。同玉に、6七角成かな。うん。ここで、いやー苦しいな。7 8 9、いやーダメだ。硬い。ミレニアム硬い。硬すぎる。5八金か。1 2 3 4、いやー頑張れないものか。7取る。同馬で駒損しましたねこれ。1 2 3八金かな。7四とか悲しいぜ。飛車か。いい手ですね。5 6 7 8、いやー9。どうなってる、墨すらあるなこれ。4五桂打ちで墨か。同歩で
小手詰めですね、これ。同桂と取って、玉を上がるよりなくて、次の手がね、大事ですね。あの角が働いてくるとは、悔しいです。負けました。惜しかったですね。ありがとうございました。終盤でね、ちょっとね、失敗したかなって感じですね。ありがとうございました。はい、それでは今回は将棋ウォーズ版を使って解説していきたいと思います。現在ね、3七桂とこちらが跳ねた局面なんですけれども、次のね、相手の方の手が最新のね、駒組みでしたね。3三桂と跳ねてきました。エルモ囲いからミレニアム囲いにね、変形していくという指し方ですね。そこで2六歩と突きまして、7四飛車、7八飛車、4一金右と寄ってきまして、この後は駒組みですね。この2一玉がね、深くて硬いんですね。ミレニアムがね、流行ってる理由がよくわかります。で、角を引いて、3五歩と、ついてうまくね、立ち回ってきましたね。2一玉から3五歩とね、玉を離してから玉頭線に持ち込むという指し方が巧みだったと思います。それでは次の局面に移っていきたいと思います。さあ、続いての局面です。7筋、8筋で戦いが起こっております。次の手で上手かったですね、相手の方。8八と打ってきまして、まあ実戦は歩をなったんですけれども、8八歩に同飛車と取りますと、7四飛車と歩を払って、局面が落ち着きます。歩が鳴って、桂馬を取ってと。このあたりのね、バランス感覚素晴らしかったですね。で、7四とと引いて、飛車が逃げてくれたら6三とと入り込んでいくんですが、7七歩の切り返しが巧妙でした。同金や同角ですと、7四飛車と金を取れます。実戦は同飛車取ったんですが、8六飛車、8七歩、8五桂の切り返しがありましたね。飛車が逃げますと、8七飛車となれます。飛車を取ったんですが、飛車を取り返されて、これ7四と金がね、ちょっと使えない展開なので、苦しくなりました。この後はね、一方的に押し切られてしまいました。悔しい！ということで、本日は悔しい敗戦となりました。次回も頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。また次も見てください！チャンネル登録して、次の動画もチェック！